はいよ、北野宇宙社長のフェルト、ハリケンです。いやー、最近、はい、ちょっと太り気味で、まあ、あんま太ってるって言われないんですけど、自分で見たら結構やばいわけよ。やっぱこの年になるとお腹についてきますよね。そうだね。夏も近いということで、はい、でこのだらしないお腹もね、直したいので腹筋もつけようかなと。あー、なるほど。俺そのだらしない髪をなんとかしてもいいと思う。えということで、今回は腹筋を鍛えるためにこれを買ってきました。で、これは、まあ、腹筋電流マシンみたいなもので、つけるだけでバキバキになっちゃうっていう、そんなお得な商品か。あ、本当腹筋トレーニングとかもいらないんで、ランニングとかもいらないし、そんな時代になっちゃったの。え、マジで大丈夫なのっていう検証も兼ねて、今回はこれを1週間やり続けたら腹筋は割れるのかっていうのを検証していこうと。はい、それじゃあ準備ができたので、はい、まずはデモンストレーションでちょっとやってみますか。やってみよう。これちなみに、20分間で電源が切れるそうなので。ああ、あんまやりすぎもダメだった。やりすぎもダメですね。じゃあ、スイッチを。え？あ、来るの？来る。そうなんだ。あ、そうなんだ。え、見て見て、ほら。おお、すげえ。やばいやばいやばい、こいつは効くわ。あ、これさ、これやりながら料理とか何でもできるかなと思ったけど、意外に。あ、なるほどね。黙ってた方がいいかも。テレビ見るぐらいかも。まあ、というわけで、まあ、これを1週間1日、まあ、限度は2回までで OK。 はい、20分やってください。ありがとうございます。はい、今やっと帰宅しました。じゃあ今日から1週間腹筋電流マシン生活したいと思います。はい、設置完了しました。じゃあ行きます。おお、うわ、やばい、これやばい。小刻み揺れるんですよ。30秒ごとにこう周波数みたいなの変わってて、なんかもう無駄に汗かいたの、めっちゃ。あっ、はい、2日目になります。やりますか、今日は。いや、今日は、おお、くー、きた。なんかね、朝起きた時にちょっと軽い筋肉痛になってて、ちゃんとね、腹筋鍛えられてるんだなっていうのを実感しました。はい、終わりました。結局今日もね、この電流に耐えながらずっと YouTube 見ることしかできなかったので、ね、そろそろこれやりながら他の作業とかできるようになったらいいなと思います。というわけで2日目終わります。おはようございます。3日目です。昨日一昨日は夜やってたんですけど、今日はまあ朝からやろうと思います。これ気づいたんだけど、何が気づいて、これ一番ね、これつける瞬間がね、マジで冷たい。あー、冷たい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 。なんか初めて今日朝やったんですけど、朝はあんまりきつくないかもしれない。なんて言えばいいんだろうな、なんか腹筋がちょびっとつりそうだ、やばいってなるような感覚に近いよね。あっ、あっち。いや、もう最後なんでね、レベルマックスまでやりたいと思います。よっしゃ、来た、最大15。マジでやばい、マジでやばい。うわ、いって、やばいね、これ。はい、というわけで、はい、1週間腹筋電流生活終わりました。お疲れ様でございます。まあ、毎日20分間腹に、そうだね、電流汗かくよね。そう、しかも最後らへんは結構レベルめっちゃ高くして頑張ったし、1日2回やった時もあったんで、俺もちょいちょいこれ使わせてもらったんだけど、疲労感がやっぱね、だからレベル10ぐらい超えると本当もう疲れんだよ。でも腹筋するよりは全然楽、まあ効率いいもん。まあ、こたくはいいんで、早速結果を見ていきましょうか。そこそこいい感じなんじゃないかと俺は思ってます。それじゃあ準備が整いましたので、早速登場してもらいましょう。はい、どうぞ。じゃん、おー、変わってない。うっそ。以上。え、年齢制限防止で乳首隠すのやめて。あれ、まあ、ちゃんと腹斜筋っていうか、あれですけどね、ロマンス筋はありますけどね、この横の筋肉。ここ、うん、まあ、見た目的には変化はなくても効果はあったんでしょ、もちろん。あ、そうだね、効果はあった。だからやんないより絶対やった方がいい。それはすごいね。じゃあ、あれですか、継続して、また1ヶ月後ぐらいに成果見ます、うん、でも夏はまだ1ヶ月ぐらいあるんで、ね。まあ確かにね。じゃあ俺、続けます、これを。デレン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 
食事やっぱちょっと変えた方がいい。1週間じゃやっぱ変わんねえよ。